ヤヌサウルスは、ノルウェーのスワールバル諸島スピッツベルゲン島中央のアガードホーフジェレットソースロツモや武装で2010年に発見されたオフタルモサウルスかオフタルモサウルス赤の魚流の属。頭骨の大部分と胴体の一部が発見されており、模式種はヤヌサウルスルンディである。2014年にオーベリー・ジェーン・ロバーツらにより記載された。復元骨格図。 オフタルモサウルス科としては、中間の大きさであり、全長は3から4メートルと推定されている。頭蓋のあぶみ骨は細く、顎の全関節骨に、背側構造が存在する。クリオプテリギウスやアサバスカサウルスとは異なり、涙骨が、外尾孔の縁を形成する。アサバスカサウルスやアエギロサウルスに存在する、臨場骨は存在しない。歯は、 ブラキプテリギウスやクレオプテリギウスと比較して極端に細い。胴体では腸骨の全背側や鎖骨間に存在する構造といった特徴が挙げられる。上腕骨の筋端は円異端よりも前後の方向に細くなっており、これはパルベニアと共通する形質であるが、ヤヌサウルスではさらに顕著である。腸骨の形態により、これまで オフタルモサウルスかの腰帯の多様性からは分からなかった観点がもたらされている。座骨と恥骨は完全に融合し、オフタルモサウルスの特徴である閉鎖口は存在しない。また、クリオプテリギウスと異なり、頭骨よりも尺骨の方が大きい。原サイ論文において、ヤヌサウルスはオフタルモサウルス赤に配置されている。 本族とパルベニア及びクリオプテリギウスの共通祖先がアサバスカサウルスとの共通祖先から分岐した後、三族に枝分かれしたとされている。ただし、原記載論文において用いられているクラドグラムは、フィッシャーによる系統解析とは異なり、アサバスカサウルスがプラティプテリギウス赤ではなくオフタルモサウルス赤に配置されているなど注意されたい。 ヤヌサウルスは高緯度地域に生息しており、当時のンタ帯に生息した生物に、特異的な現象として、主張流や魚流の多様性が、アンモナイトの多様性に比例している、可能性が指摘されている。なお、当時のグリーンランドやノルウェー近海は高緯度海域と、テチス海の間で、最も水深の浅い海域だったとされており、海面変動が、 当時の生物の地理的分布に大きく影響したことが推測されている。北、大西洋とテチス海での往来が可能であったかは不明である。なお、クリオプテリギウスの新種が発見されたことで、北極海盆とテチス海が当時繋がっていたことは示唆されている。ジェイミソリス・アット・フォーセロワークス。ペイリオバイラジーデータベース、フォーセロワークス。2017年8月12日。 レネリー・ベデルセット英乳スペシメン・オブ・パルベニア・ホイ・バーゲティインプリケーションズ・フォークラニアル・アンド・ペクタールガードル・アナトミー・イン・ローサル・マソレット・イクシア・ソースピジ・インプレスドイ10.7717ピジ5776ダニエル・タイバウスキー英乳・ローサル・マソレット・イクシア・スアフロム・ザ・レート・ジュラシック・オブ・エドブルチェシン・キー・クオリポーランド アクタペイリアンタロジカパロニカインプレスドイ10.4202アップ252.2016ありがとうございます。